サミュエル・ジョーンズはアメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。身長193センチメートル、体重90キログラム。ポジションはシューティングガード。NBA のボストンセルティックスで8連覇を含む10度のリーグ制覇に貢献し、1984年にバスケットボール殿堂入りを果たした。ノースカロライナで生まれたジョーンズは、 大学も地元のノースカロライナセントラル大学に入学した。伝道入りしたコーチジョン・マクレンドンのもと、得点力でチームを牽引し、在学中の4年間の成績は、トータル得点1770ポイント、トータルリバウンド909という高成績を記録している。ジョーンズは大学卒業後の1957年の NBA ドラフトで、 ボストンセルティックスにピックアップされ入団する。ルーキーイヤーから数シーズンは、ボブ・クージー、ビル・シャーマンの控え選手として、プレービル・ラッセルを養子黄金期を迎えたチームを、影から支えた。シャーマンが引退する頃には、中心選手として活躍し、そして、クージーがチームを離れて、以降は、ケイシー・ジョーンズと、ジョーンズ・ボーイズを結成、サムは得点でチームを牽引し、 勝負所でのシュートを次々と沈めていった。1969年の NBA ファイナル第4戦では、貴重な逆転シュートをブザービーターで決めて2勝2敗の5分2シリーズを、戻しチームは7戦でファイナルを制した。ジョーンズは8連覇を経験した数少ない選手の一人となり、優勝回数10回はラッセルの11回に次ぐ記録となった。 1969年に引退した後、1984年に殿堂入りを果たした。また1970年に NBA25 周年を記念したオールタイムチームに選出され、1996年には NBA の50周年を記念して選ばれた NBA 大な50選手の一人にも選出された。得点、リバウンド、アシストの成績は下記の通りである。 オールスターゲーム出場、5回オール NBA、セカンドチーム選出、3回 NBA ベスト50選手、1996年 a b b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m サム・ジョーンズ・スタティスティックス・カレッジより引用、エイプリル28、2008、サム・ジョーンズ18、フットジャンパー、オーバーザ・レイカーズ、 bleacherreport.com2010 年12月4日閲覧ありがとうございます。